セッソマットは、1973年制作、公開、イタリアのオムニバス映画である。第一話、奥様8時ですから、シニョーラソーノル8代2は二人と掘ったて小屋から、ドゥークオーリー、イーウナボラカ第3話、決して遅すぎはしないから、ノニエマイトロッポターディー第4話、ハネムーンから、ビアッジョディノッチェ第5話、帰っておいで。僕のリトルガールから、トルナピーチーナミリア。 第6話、海外勤務のイタリアナンから、レーバートオールイタリアのオールエステロ第7話、アダウチから、ラベンデッタ第8話、おかしなおかしな恋から、ウンアモーレディフィシル第9話、ご招待からエルオスパイと本作は、1973年、イタリアの制作会社ディーンダイアンチネマトグラフィカが、制作、同年12月20日、イタリア国内で公開された。 全員休話構成のオムニバス映画であり、全エピソードをジャンカルロ・ジャンニーニとラウラ・アント・ネッリがキャラクターを演じ分けている。日本では1970年代に公開されることはなかったが、2000年6月7日、キングレコードが同作のサウンドトラックを CD リリース2004年12月に DVD がまずリリースされ、翌2005年8月20日にビデオ会社の日本、スカイウェイが配給して、初めて劇場公開された。ありがとうございます。